新潟空港を拠点とするトキエアは、愛知県の中部国際空港との定期便を今月27日から就航すると発表しました。札幌丘珠、仙台との定期便を運航するトキエア、今日3つ目となる愛知県の中部国際空港とを結ぶ名古屋便を今月27日に就航すると発表しました。運航は金曜日から月曜日の週4日、1日2往復で、運賃の最低価格は7900円です。航空券の予約は今月17日の午後3時から始まります。トキエアは今後関西や佐渡への就航も目指していて、今年11月には3機目の機体が新たに新潟空港に到着する予定です。